何か食い物は。これより、トロソク奪還作戦を開始する。僕たちは、街中の巨人をエレンから遠ざける。壁際におびき寄せて、討伐するんだ。エレンと約束したんだ。ここで僕が、死ぬわけにはいかない。壁際におびき寄せれば、壁上固定砲で巨人を攻撃できる。攻撃による援護をうまく生かし、作戦を進めよう。巨人が出現して以来、人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ、人類は後退を繰り返し、領土を奪われ続けてきた。しかし、この作戦が成功したとき、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。その時が、人類が初めて巨人に勝利する瞬間であろう。これは、これまで人類が奪われてきたものに比べれば小さなものかもしれん。しかし、その一歩は我々人類にとっての大きな進撃になる。救援要請だ。邪魔だ。巨人が助けてくれ。行くぞ。助かった。すみません、これで任務に戻れます。さあダズ、急いで前線に向かいましょう。やるぞ。これである程度巨人の数を減らせたかな。エレン、あとは頼んだよ。そうだね、間に合うかな。今助けるぞ。このまま突っ走る。さすがだ、僕も見習わなくちゃ。やるぞ。次だ。
応急処置はできた。これでなんとか立体起動ができる。やるぞ。それはいいけど、巨人に囲まれたよ。どうする？アルミ、それに同期の新兵か。ここにいちゃまずい。壁まで逃げるぞ。このまま行く。やったか。だが休んでる暇はない。さすがですね、経験の差ってやつですか。邪魔だ。悪い、手を貸してくれ。無事だ。よかった。よし、俺は任務に戻る。お前ら死ぬんじゃねえぞ。もうすぐ岩までの最短ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。あの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、ありがとう。ここからは君たちを援護するよ。ここが俺たちの戦い方だ。邪魔だ。誰か手を貸してくれ。このまま行く。待たせたぞ。了解しました。助かったぞ。ここからはお前らを援護する。このまま突っ走る。動きが私とは段違いです。頼むぞ。同行します。
エレン、しっかりして。あなたはあの岩で穴を塞ぐんでしょう。まずい、エレンの周りに巨人が。スーパー、群がってくる連中を倒すぞ。邪魔だ。何をしているんだエレン。俺たちの戦い方だ。ミカサ、作戦はどうなった。エレンはどうなっているんだ。その巨人にはエレンの意志が反映されてない。作戦は失敗した。このままじゃ全滅する。エレンの周りの巨人は何とか一通り討伐できた。僕がエレンをここから出す。ミカサたちはここを巨人から守ってくれ。リコ、後方の巨人をやれ。三度と俺で前の2体をやる。イエーガーを無防備な状態のまま置いてはいけない。こいつのために今回数百人は死んでる。まだ続けるなんて本気なの。あら教えてくれ。人間性を保ったまま人を知らせずにどうやって巨人に勝つ。そんな方法を私が知ってるわけない。なら俺たちは人間兵器をやらに命を投げ打ってけなげに尽くすしかない。わかりました。なんだあの巨人を。くそ、こんな時に。アルミ、無茶はやめて。ミカサ、今自分にできることをやるんだ。ミカサが行けば助かる命があるだろう。合わせた。戻した。休んでる暇はない。さすが戦い慣れてるな。私は倒す。
だぞ。わかりました。頼むぞ。了解です。秘めているんだ。行くぞ。